ペロシゴルフツアーペリカン選手権2023年11月9日フロリダ州ペリカン GC イコール6268ヤード、パー70。渋野日向子は5バーディー、1ボギーの66で回った。ホールアウト時点で暫定16位につけている。ワウワウのインタビューでは、スタートからいいバーディーが取れて、難しいホールインもあったけど、なんとか渋いパーパットを入れてというのが多かった。このスコアで良かったと思う、とほっとした表情で話した。インから出て、10番で7メートルのパットを沈めてバーディー発進、セカンドも良かったし、パットも良かったので入ってくれて嬉しかった。アプローチをミスした12番で落としたが、13番では第2打をピン50センチにつけるスーパーショットでバーディーダッシュ、ベタピンの良いショットもあったり、前半にバウンスバックで取れたのが大きかった。14番では7メートルのパーパットを沈めるなど粘りも光った。16番は前方の木が邪魔になる状況からピン奥1、5メートルにつけてバーディー、グリーンの傾斜もあるから大丈夫かなと見送っていたら、良い感じに寄ってくれたので、あそこはラッキーだった。18番は5メートルを沈めて2アンダーで折り返した。後半も2バーディーと伸ばし66の高スコアで回った初日を、ラッキーも多かったと感じた1日だった。18番も池に入るなと思ったら埋まってセーフだったり、外からパーパットが入ったり、16番のもあったり。ラッキーがあった分、気持ち的に最後まで前向きに回れたラウンドだった、と振り返った。来週の最終戦 CME グループツアー選手権はポイントランク上位60人だけが参戦するため、今大会が来季シードを争う最後の戦いとなる。渋野日向子の大会前のポイントランクは81位。80位までに付与されるシードを手にするには予選を通過し、ポイントを稼いでランクを上げることが必須条件。2日目に向け、トップスタートなので、良い勢いでいけるように頑張ります、と気合を入れた。シードをかけた最後の戦いが開幕。古江彩佳はパー発進、渋野日向子はこの後スタート。米国女子ツアーは今季のフルフィールド最終戦、つまり、シードをかけた最後の戦いが始まった。すでにシードを決めている古江彩佳は日本時間の午後9時54分にティーオフを迎え、スタートの1番ホールをパーとしてコースに飛び出した。この後、同じくシードを確定させている西村優菜は、日本時間の午後10時16分にスタート。シード当落線上にいる2人、渋野日向子は日本時間の10日午前1時35分にインから、勝みなみは午前2時52分にアウトからスタートする。年間ポイントランキング80位までに来季のシード権が与えられるが、勝は78位、374.030 プラチナ、渋野日向子は81位、349.827 プラチナ、で、このラスト一戦を迎えている。渋野日向子来季シード権獲得へ正念場、この試合頑張らないといけない、ペリカン選手権へ意気込み。女子ゴルフの渋野日向子が9日から4日間で行われる米女子ツアーのペリカン選手権開幕前日の8日、会場のフロリダ州ペリカン GC で中継局のワウワウのインタビューに応じた、緊張感はありますが、のびのびと悔いの残らないように頑張りたいです、と決意を語った。この試合に全てをかける、最新の米女子ポイントランキングは81位で、来季のシード権獲得圏内の80位以内からわずかに漏れている。現時点での出場資格では、今大会が今季最終戦となる可能性が高く、この試合を頑張らないといけない、と気合が入る。5戦連続の予選落ちするなど苦しいシーズンだが、先週出場した TOTO ジャパンクラシックで復調の兆しを見せた。40位とまずまずの成績で、4日間アンダーでプレーできたのはすごく良かったです、と手応えを感じた中で、勝負の一戦に臨む。日本からフロリダへ移動してのラウンド、時差ボケは、まあ、あるけど、耐えているかな、暑さもまあまあだし、日に当たるとまだマシかな、と笑顔を見せた。今大会のコースは初挑戦となる、砲台グリーンなのですごく難しいですし、グリーンも縦幅があるところもあればないところもあり変な形のところもある。かなり縦距離が重要だなと思います。今大会のキーポイントを、パーオンをしっかりするっていうのが自分の中での重要なポイント、と話し、フェアウェイは広い方なのでしっかり振っていければいいかなと思います、と意気込んだ。